大丈夫ですか私の電流には気をつけてください <noise> あんたも掃除されたいのかうん。 私の機嫌を良くする方法か <laughs> では取り調べをさせてくれ普段どんな格好してるかって普段どんな格好してるかってえー、っと <laughs> 裁縫に付き合ってくれるモルテも喜ぶと思うよドクターそろそろ定期検診が必要なのではないかさっき雨に降られちゃってさ髪がびしょびしょだよああごめんねドクターちょっとタオルを取ってもら とてもありがたいのですがこっそり私にお守りをつけるのはもうやめてくださいこれ以上は持てませんあっドクター記事を運ぶのをお手伝いいただけませんかドクター執務室にカフカの作った盆栽を飾ろうよ 立派なものを作ってあげるから安心してねえドクタースケート行こうよ私がついてるから怖くないよい今私に触れてくださったのですかももう一度もう一度お願いできないかしら ドクターありがとう <laughs> やっぱり仕事の後は飲みたくなるよねドクタージュースを取ってもらっていいありがとうあらこれを私にありがとうドクター また椅子で眠ったりしてないでしょうねああ貴様今度は何なのだもう好き勝手にはさせないのであるドクターその <laughs> 執務室に入らせてはもらえないだろうか大量の蔵書があると聞いているので。 一杯どうですか、ドクター様。私は飲めませんが、ご馳走いたします。ご心配なさらず、請求はマスタークロージャーへ行きますので。ドクターが何をしてるか、見に行っちゃおーっと。一杯やろうか。ドクター、晩ご飯。 一緒に食べませんか君のことを知れば知るほどテキサスのことも分かってくる最高だね静かにして僕の尻尾はモッフモフモッフモフ 時々あなたへの言葉が少し厳しくなることもありますですがご自身でも足りないところをしっかり理解してくださいいいですかここんなことで容疑者の疑いが晴れると思わないことなのだ ドクター喉はいいてない一緒に飲もうドクター、フランカの治療は進んでいるでしょうかそれはそうとドクターも仕事以外はしっかり休んでくださいね一枚。 どうドクター、夕方部屋に行ってもいい君の顔、とってもマッサージを必要としてるよドクター、頭を撫でてあげるよインスピレーションが湧いてくるから 今、新しい標本ケースを作っているんだよ。ドクターも興味あるあ、私、成長した。ドクターと一緒にいる時間は、春の日差しのように暖かくて気持ちいいわ。 ドクター、せっかくの休みだしあたしの最新作見てくあれしおりはどこかに落としたかしら旦那さん旦那さんなんかめっちゃすごいもんとか持ってへんのうちにも見せてや 御身の気遣いこの白雪肝に銘ずるちょちょっと頭を撫でるのはやめて背が伸びなくなったらどうしてくれるの <laughs> ドクター私のサイン欲しいツーショット写真もおまけするよここだけの話 私、立ったままで泳げるんだよドクターよかったら一緒に散歩へ行きませんかドクターの気遣いには感謝してるよドクターグムの料理がいくらおいしいからって。 食べ過ぎちゃダメだからね。太っちゃうよ。ドクター、最高の長官だよ。なんかいいことでもあったのか我が輩にも教えてくれよ。新しい服が入荷したってマジねえドクター、こりゃ行くしかないっしょ。 ドクター…ま、まず、もう我慢できません。爪とぎボードはあり…